藤岡市に入りました。はい、皆さんこんにちは。本日はオレンジハットに行ってみたいと思います。オレンジハットっていうのは、その昔コンビニエンスストアがない時代にトラックのうんちゃんたちが休憩がてら食事、トイレ、仮眠などをするためにあった、まあ、ドライブイン的な存在でしたね。自動販売機があって、自動販売機で食事が売ってたり、ハンバーガーとかフレンチトーストとか売っていて、あとあれだよね、なんかいいな、蓋を開けるとこう食べ物が買える、お菓子とか食べ物が買えたりするのがあったりとか、あとゲームがあって、そこではよくわかんない横スクロールアクションとかのゲーム機が置いてあって、あとトラックのうんちゃん向けなのか何なのか、当然脱衣マージャンありましたね。いやでも脱衣マージャンっていうのはもうなんかね、あそこのドライブインで育った文化のような、ゲーム文化のような気もしますけど、まあ、あとはなんか女性下着がカプセルに入ったなんかすごい作りのチャッチー UFO キャッチャーみたいなのもありましたね。要するになんとなくそのなんか男臭さ的なものを感じさせる、そういったところです。まあ何でしょう、今ではもうコンビニがそれになっちゃったので、オレンジハットというかドライブイン文化自体がもうなくなってきちゃったっていうのもありますし、だからオレンジハットももうみんな縮小、あ、ここへんだ、ワークマンだった、あったあったよ、オレンジハットです。うわ、本当にオレンジハットあった。いや、まだやってるっぽいぞ。うわ、ちょっと行ってみよう。本当にあった。いや、びっくりびっくり。うわ、オレンジハットだ。本当にオレンジハットあったよ。はい、そんなわけで久しぶりのオレンジハットでした。いや、なかなか来てみるとやっぱりオレンジハットはオレンジハットだね。はい、そんなわけでオレンジハット新町店でした。いや、懐かしいゲーム機がいっぱいあったね。なんかコラムスね、上海3、あとなんかよくわかんない、なんか将棋のゲームだったんだ、あれわかんないけど、あとなんか脱衣っぽい、なんかマージャンとか花札に特化したあの変なコントローラーのゲーム機とかで、さらにはあと変な防御動く UFO キャッチャーで、さらに女性下着カプセル UFO キャッチャーね、あれもありましたね。いやで、やっぱ昭和感出るね、オレンジハットすごいね。ただちょっと自販機トーストが壊れてたのがちょっと残念なのと、あと昔懐かしい感じの記念癒やしで食べ物買えるあの機械はありましたね。あれもなんかもう見ないと思い出せないよね。あれ見た瞬間、あ、こんなんあったみたいな案外人間の記憶ってあれですね、なんか覚えてるようで見ると忘れてるもんですね。まあそんなわけでオレンジハット新町店でした。
まあ懐かしかったんじゃないでしょうか、人によっては。はい、そんなわけでオレンジハット新町店からのリポートでした。それではさよなら。